こんにちは。ゆっくりダークネットというチャンネルを運営しております。申します。今回私のチャンネルの収益化が再利用されたコンテンツであるという理由で停止されましたが、私の動画スタイルは収益化が許可されるレベルを満たしていると思っておりますので説明させていただきます。概要欄に私が話した内容を日本語と英語で載せておきますので必要に応じてご覧ください。まずこちらの自動車紹介動画は私が実際にレンタカー屋さんまで出向き、この GoPro というカメラをサンバイザーに挟んで実際に撮影しながら運転した上で一旦文章に考えを書き留めた上で編集を行った完全なオリジナルコンテンツとなっています。一帰りで合計12時間以上かけて運転していくこともありますし、自分で100台以上の車を何十万キロも運転してきた経験をもとに開発者の意向にまで言及する専門的な内容となっているので、この動画たちが再利用されたコンテンツに当たることは絶対にないと思います。さてショート動画の方は英語が理解できなければ楽しめないようなコンテンツを、英語が話せない日本の方でも1分でも楽しく理解できるように丁寧な解説やカットなどの多彩な編集を加えるだけでなく、自分が作曲した BGM や歌なども適宜入れつつ、日本のインターネットで文化として定着しているゆっくり実況というスタイルを用いることで原型がないレベルにまで改変して面白く見られるようにしたものです。見ていただければ分かる通り、全体的に目を引くようなカラフルな色合いの字幕で彩られており、ただの流用動画かとならないようにオリジナリティを出すことに貢献しています。これは完成した動画を一旦スマホアプリに移してからアップロードを行うことで実現していまして、ただネットのコンテンツをそのままアップロードしているわけではないということを証明する要素の一つとなっております。さてこちらは実際に投稿した動画の編集ソフトの画面です。ゆっくりムービーメーカー4というソフトを使っております。これはアメリカの車屋に持ち込まれる衝撃的な車の数々を日本の方向けに編集したものです。私自身がナレーションを打ち込むことで日本人の視聴者さんでも楽しんで見られるように編集しています。それと同時にリアクションや状況の説明、専門用語の解説も行っており、自動車に対して理解のない方でも楽しんで動画を見られるように配慮しています。自動車の整備に責任を持ち正しい知識を持つことは交通事故を防ぐことにもつながります。またですね、面白いシーンをカットしてつなげているため日本の方に教育的価値と娯楽的価値の両方を提供しているつもりです。これはですね、会話を書き換えたりナレーションを変更したりしたもの、コメントを入れたリアクション動画、また他のクリエイターの映像を編集しストーリーや解説を追加したもの、この条件を満たせるものになっていると考えています。さてこっちの動画は音声のナレーションこそ使っていませんが、自分で作曲ソフトを用いてアレンジした BGM を使っています。これはスタジオワンというソフトでして、映像ではなく音声の方でもオリジナリティを出すために実は何時間もかけて BGM を作っていたりします。また最近は歌詞を入れた歌も取り入れるようになります。またこの動画は情報量が多い画像という日本のネットミームがあるのですが、それを私が動画バージョンとして作成したものです。何時間もかけて集めてきた動画たちを詰め込んでいます。自分で作曲ソフトを用いてアレンジした BGM を使っています。これはスタジオワンというソフトでして、映像ではなく音声の方でもオリジナリティを出すために実は何時間もかけて BGM を作っていたりします。また最近は歌詞を入れた歌も取り入れるようになりました。ちょっと聞いてみてください。まあ、この曲も自分で作成して、現場のクレーンは知らねえ、強固撤去で意思示してけ、雑な玉駆け落ち。まあ、この曲も自分で作成したもので、 iPad のメモアプリも使いまして、アイデア出しも行った上で何時間もかけて歌詞を仕上げて楽曲化しています。またこのシーンは数秒だけ40倍速で流すことで間延びせず見られるようになっています。動画時間を数十分の1に圧縮することもありますし、カットのタイミングは1フレーム単位でこだわって工夫しています。また日本のネット文化で流行っている効果音を多用することで日本人の方が見て楽しめるようになっています。これだけの編集を行って音声まで自分で作った上で歌まで作っていますので、ただの他のソーシャルメディアのコンテンツを集めた短い動画ではなくて、日本人向けに最適化して作り直した映像作品として、自分で作成していないコンテンツを面白くしたり周到な配慮をしながら手を加えたりしたものとして認めていただきたいです。また私は自分の声が聞き取りづらいと感じているので機械音声によるナレーションを使っていますが、このソフトで音声を作成すると全てのセリフについて読み間違いやアクセントの修正が必要となります。なのでショート動画1本のために現実世界で30分以上の時間をかけて作成しています。このような流れからですね、リサーチですとか楽曲作りだとか編集だとか、こういうところに多大な労力をかけていますので、私のチャンネルの動画たちはですね、再利用されたコンテンツではなくて十分な編集がなされた収益化のために必要な条件を全部満たせるものであると判断していただきたいです。以上で終わります。